創造神ということを皆さんよく聞いたことがございますね。宇宙の創造主と言われる方がおられて、それを神と呼んでおられますけれども、その宇宙の創造主である神がどこにおられるかということを知っている人は非常に少ないわけです。宇宙創造神というのはどこに、おられるんだろうかということなんですね。大宇宙を創造したお方、どこにおられるんだろうか。これを神と皆さん呼んでおりますけれども、その神である宇宙創造神はどこにおられますでしょうか。すべてのすべてに増します。そうですね、この大宇宙そのものが宇宙創造神ですから、すなわち大霊が宇宙の創造神なんです。だからその宇宙創造神がここにおる、あそこにおるというものではございません。至るところに増しますというのが宇宙の創造の神です。で、その宇宙創造の神というものは皆さんの言っている神がなんですね。神が神です。すなわち生命です。霊です。大霊がすべてのものを作って、すべての中にとどまりたもの。皆さんの命が宇宙の創造の神です。これを内在の仏、内在の神と言われているものです。で、その宇宙創造の神は全て一切を作りたもので、自らをその作られたものの中に留めたものだと書いているわけです。だからその神をやるそのものは一つもございません。また神によらないでこの地に現れたものもございません。神は一切の作り主、一切の生命であります。で、存在の本源ですから、神なくしては何も存在いたしません。だから私たちは神あるがゆえに私たちがあるということです。で、神は私たちの中にも、すべての万象万物の中にその宇宙を創造した創造神がとどまりたもの、それを神々と呼んでいるわけです。神々、その神々はその宇宙の創造神の中にとどまっているのであって、その宇宙創造神の他には絶対に何もございません。だから神がここにおる、あそこにおるというものではございません。神は偏在したものということです。至るところに増しますと、空の世界にも色の世界にも、だから無限者ですから、ここにおる、あそこにおるというものではない、有限ではなく無限であるということを理解することです。だから宇宙創造神とは誰のことか、何のことかというと、大霊、すなわち私たちは宇宙創造神の中にとどまり、宇宙創造の神は我々の中にとどまっています。で、我々の意識として生命としてとどまっているわけです。その意識が物を作るということは、その我々の中に、大宇宙を創造なされた意識が我々の中にとどまっている。だから意識とよく言いますけれども、意識は即命、生命です。その件についてまだまだ理解できておらないで、私たちは作られた影に生きてしまって、その本源本質というものが何であるかということ、存在の本源を忘れているだけなんです。作られた結果だけに来てしまって、その本源本質を見失っていると。これを盲目の人生と私はいつも無知と言っているわけですけれども、何あるがゆえに自分があるかということをまず理解することですね。大霊あるがゆえなんです。宇宙の創造神あるがゆえなんです。神は自らの住処を自ら作りたもうて、自らをとどめたもうたと言ってるわけですね。だからお釈迦様もエースも、神仏は何時のうちにありと、宇宙創造神は何時のうちにありと言われたわけです。だから我々は今の今神の中におり、神は我々の中におります。だから人は神にとどまり、神は人にとどまりかもと、万象万物は神の中にとどまり、神は万象万物の中にとどまりかもと。だから万物と神とは一体であると。すなわち作られたものと作り主とは一体。作られたものは作り主の中にとどまり、作り主は作られたものの中にとどまりたものと。だから父と子とは一体と言われている。